さんおはようございます。おはようございます。石くんチャンネル今日も始まりました。すけさんです。こわちゃんでーす。ためるな、はい、いや今日はね、かわちゃんと、2人で昼間に来てます。なんとかね、はい、一本釣りたいね、はい、はい、まだ釣ってないんですか。すけさんまだ釣ってないんですか。やりましょう。大丈夫。すけさんまだ釣ってないんですか。釣ないよ今日はね、はい、まあ潮もいいってね、はい、うん、まあ見てきたんだけど思いのほかダメだね、はい、うん、まあまあでもとりあえずね、かわちゃんはねどんどん釣ってもらって、はい、うん、バンバン動画撮るんで、はい、頑張りましょう。わかりました。じゃあそれでは頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あれ、かわちゃんがなんか後ろで秘密なことやってるみたいなんで覗いてみましょう。お、かわちゃん何団子やってんの。団子やってますよ。何作ってんの。まずかわちゃん何ベースは何。かわちゃんのこれですか。うん、ぬかとぬか、あと、コーンの粉末。コーンの粉末。おぎあみ。おぎあみ。あと、米入ってます、ね。米。おー。あと、鳩の餌とか、まあ、大豆とか。うん。アッペン系は入ってんでしょ。アッペン系入ってないっすよ。入ってねえんだ。そっかそっか。アッペン系は、うん、まあ、こう入れて、うん、こっちから、うん。なんで皮じゃ何ゴム手してんの。いや、これは冬用です。ダメでしょ、素手でね。無理ですよ。死んじゃいますよ。死んじゃうな、この時期な。はい、まあ、あとは、アッペン系。アッペン系。アッペン系。うん。なんかいろいろ入ってんな。アッペン系いっぱい入ってます。うん。アッペン系って言っても、まあ、もう混ざっちゃってますけどね、なんでも。うん、じゃあ、ちょっと紹介して。はい。さあ、皆さん、この川沼スペシャルです。川沼スペシャルです。まあ、いわゆる、まあ、見えますかね。うん。まあ、アッペン大豆、うん、フリーク。フレーク、うん、あと皮付きアッペン麦、うん、あとアッペンコーン、アッペンコーン、あと普通の乾燥コーンですかね、うん、乾燥コーン、うん、あと木の実、うん、木の実ね。木の実キーポイントだね。はい、これもここらも木の実、うん、いや木の実、いやかさ増しにいいかなと思って入れてるんですよね、うんうん、まあまあちょっとね、すぐをね、まあ、これをまあこう適当にポイッと、うん、はい、一杯二杯3倍。あんまり入れすぎとまとまらない。はい、そうだね。あと赤いのは神通力です。神通力。いいね。市販も使いますよ。粒ごいは入ってないの。粒ごい、入ってないっすよ。よし。で、寒いんで、ゴム手袋。ダメですよ。素手でならないと。寒いんで、ゴム手袋。それでこう適当に混ぜる。うん。おぉ、早い早い、いいね。ほらほらほら。いらねえだろ、手袋さ。で、適当に水を入れる、うん。あとはもう混ぜて、団子を作るだけですよ。うん、ちょっと赤っぽいんですよ、ね。そうだね。あれじゃねえの、神通力が入ってからじゃねえの。入ってます。うん。で、取って、うん、とりあえずあと強く握るだけですよ。あれ、なんか聞いたことあるフレーズだな。いや、これはちょっと、隠らせてもらってるので、うん。え、母ちゃん。団子握るコツとしては強く握る。よし。ちょっと手を濡らして。うん。あれよく見てんな。よく見てます。ああ、もうついてないよ。財布は忘れるし。うん、影武者がいますよ、これ俺の。財布は忘れるし。すれないし。本当だよな。本当ですね。本当だよ。まあ、団子つつも、とりあえず本当に強く握るだけですよ。本当だよな。10分間しないように。うん。よし。いい感じ？いい感じっすよ。うん、何？中は何？中はパサパサ系？とも全部しっとり系？全部しっとり系です。ああ、いいんだね。中は丸める。おーおーおー、ローリング。ローリング。カーヌマローリングスペシャル。こんな感じですかね。うん。バッチリでしょう。ね。うん、こうやってやるとテカリが出るんだよ。うん。そうだね。まあ、そういうだけですけど。うん。いや、本当に暑いな、これ。暑い。暑い。いいよいいよ、とりあえず、ちょっと、お、本気モード。本気モードですよ。うん。
あと遠投は150m 遠投すると。投げらねえだろ、ここでは。ここでは無理です。ダメですよ。で、針につける。まず 150m も投げらんねえだろ、団子せ。あとは団子を。うん。あ、まあでも、しか、あ、ね、食わせは何？ちょっと一回。芋とコーンですよ。芋とコーン。うん。ただちょっと普通の人と違って短くしてるっていうところが、片方、うん。段差つけてんのね。段差つけてます、うん。なるべく絡まないようにしようかなと思って。こんな感じです。母ちゃんの食わせは。基本？ん？近づけです。近づけ。基本近づけです。俺はヘアリーグだもんね。は、ヘアリーグはやらない。うん。ヘアリーグだと、鳥が食べてくる可能性がありますよ。基本的にだから、単種も自家付けなんで、すべて。ね、分かれるよね、やっぱね。分かりますね。自分の場合は芋は、うん。いや、いいと思うよ。自分の好きなね、やり方で、ね、埋める。はい、自家付けです。いいね。本当は、前は芋じゃなくて、発泡をこの短い方につけて、いつもこうやって団子の中に入れてたんですよ。こうやって、うん、でここ八方です、うんうん、それでも釣れますよ、八方、うん、食べてくる自信満々だね、自信満々です。これは母ちゃんの仕掛けです。はい、よし投げるか。講釈を垂れてる。長くなっちゃいますからね、三流小石なのに。これ見てください、鳥がすごいですよ。みんなこれ食われちゃいます、団子。俺の餌うまいんですから、こけんね。よいしょ。ああ、すごい鳥が。ねえ。まあ、何もついてないっすね。じゃあ意気込みを。意気込みを。うん。まあもう最後の賭けです。まあね。最後の賭けですよ、もう今日の。おりゃー！いいねえ。バッチリだね。バッチリですね。うん。まあまあいいところ行ってるの。うん。まあ鳥の餌食になるでしょう。そうそう、鳥の餌になっちゃってるかな、もうな。うん、餌、え、鳥の餌場になっちゃってるから。まあ、あとはなることを祈って、うん。ですね。もうならなくちゃ話にならないんだ。そうだよ。とりあえずな、ちっちゃくてもいいからな、一本釣りてえな。釣りたいっすね。うん。はい、どう？意気込みを。意気込みを。一本欲しいです。はい。とりあえず。カメラ目線にしてくんねえかな。とりあえず、一本が欲しいです。はい。頑張りましょう。かわちゃんのタックル紹介。ということで、かわちゃんのタックルを紹介しております。じゃあちょっと行きましょう。バッチリですね。おー。あれ、かわちゃんいねえな。どこ行ったかわちゃん。いや誰もしじゃあかわちゃん、ちょっとタックルの紹介。え、タックルの紹介ですか？うん。自慢のタックル。自慢できるほどじゃないですよ。いや、そんなことないでしょ。三流講師が使う。いいんだよ、タックルはね。あのね。自分の好きで買ったんだから。まあ、そうですね。うん、じゃあまずね、はい、じゃあ竿から行こうか。竿ですか？うん。竿は、うん。ダイワの、うん、はい、石台竿です。はい。の。の、書いてある通り、うん、振り出し小笠原。おぉ、いい竿を使ってる、ね。エッジの525です。うん。いい竿を使ってるね。バッチリでしょう。ただ、綺麗だね。ただ何がいいかって、うん、名前が好きなんですよ。うん、名前かい。小笠原。名前ですね。うん。日本人なんで、やっぱり漢字の、うん、名字で言いますからね。うん。小笠原は。まあまあ、いい竿じゃないですか。ね、で、あとこの、穂先が白いっていうのがなんか。うんね。ちょっと見づらいかもしれないけど。うん、ちょっとね。穂先が白いんですよね。うん。で、まあ。まあまあ、調子のいい竿ですよね、これはね。使ってます。うん。じゃあ次は、リール行きましょう。リールは、はい。やっぱ同じくダイワー。ダイワー。まあ、ヒョモ 40W です。おー、いいね。はい。40W。40W です。はい。
あ、川ちゃんの愛用。まあ、ちょっと傷ありますけど。まあまあ、それはね、使ってればね。まあ、そうですね。帰って磨けば。はい。うん。じゃあ次に、ピトン行きますか。ピトンですか？うん。これ、ピトン、コイザオですよ。うん、コイザオ。コイザオ。うん。標準タイプ。うん。まあまあ、一番初めに出たね。そうです。やつがね。もう俺も愛用してますけどね。はい。うん。いいピトンだと思いますよ。はい。うん。じゃあ次に、センサー。これは、うん、あんまね、やっぱり、俺はコムテック使ってるから、はい、あれだけどね。これは見たことある人少ないんじゃないですかね。まあでもね、見る人から見れば。見る人から見れば、ね、まあ、このセンサー知ってるよっていう人はいます。うん、まあ、某センサーですか、うん。某有名センサーですね。うん、だね。いいセンサーだと思いますよ。まあ、飛距離もね、うん、飛距離も飛ぶし、うん、形もね、コンパクトでね、かっこいいね。かっこいいしね。いいセンサーだと思います。ということで、かわちゃんのタックル紹介終了しまーす、はい。こっちも見てくんねえかな？じゃあまあそういうことで、はい、犬馬の調校終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。かわちゃんどうだった？調校は。あまり聞かないでほしいですね。そうだね。逆に。スケさんのチョーカーはどうでした？聞かないでほしいな。そういう残念な、ね。聞かないでっていうチョーカーです。まあまあね。まあでも楽しかったからね。はい。うん。それはそれでよかったと思いますよ。はい。うん。まあ今度はね、もっと寒くなると思うんでね。寒くなりますね。うん。ちょっと厳しいね、釣りになるかもしれないですけどね。はい。まあ時間がね、もし合えばね。はい。また一緒にやってね。今度はね、はい、まあ石君とか渡辺君もね。はい。みんなで一緒でね。はい。4人で。まあ、4人つかね。まあ、みんなでね。まあ、みんなでできれば。ワイワイできればね。はい。それでいいと思いますけどね。じゃあまあね、次はね、来た時はね。まあ、とりあえず1本はね。そうっすね。釣りたいね。とりあえずはね。とりあえず、誰でもいいんで、ね、1本。そうね。やっぱりちょっとね、釣れないとね。そうっすね。ちょっと寂しいがね。まあまあね、釣れなくても面白いんだけどね。はい、釣れればなお面白いね。なおもっと面白いです。うん。っていうことでね。はい。今回の昼間の証拠を。これで終わりにします。はい。じゃあまたね。はい。次回頑張りましょう。はい。じゃあそれでは終了いたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。